イオン横手店は、秋田県横手市安田にあるイオン、東北株式会社が管理、運営する総合スーパー。当初、サティブランドとして、秋田県3号店、2号店は、東北日位の白店から転換した旧の白サティとして、開業した。当時の運営会社は、マイカル東北。マイカルグループの破綻に伴いマイカル東北、運営店舗が全滅した中で、 唯一の残存店舗である。したがって、グループ破綻後に、マイカル本体が譲り受けした、旧マイカル東北唯一の店舗と言い換えることもできる。破綻処理の過程で、マイカルの親会社がイオンとなったことにより、隣接するジャスコ横手南店と競合してしまう、ことから、ジャスコ横手南店をイオンスーパーセンター、横手南店に転換。 横手サティは同時に破綻したマイカル東北から施設の営業権を買い取った上で多大な赤字を出していた食料品部門などから撤退し医療品中心の店舗に転換することになった。サティ側をスーパーセンター方式に転換することも検討したがジャスコ側をスーパーセンターにする意向もありイオン社長の岡田元也が却下した経緯がある。しかし、 集客力が低迷していく中で、医療品中心の店舗という当初の戦略は、混乱を極めた。平日の駐車場は半分以上、柄空き状態で、人は数えるくらいしかおらず、しまいには、屋上駐車場が、通年閉鎖にまで、なるほど運営が厳しくなった。そこで、2017年に一部食料品部門の復活、薬コーナーの設置、 処方箋の受付などの大規模なリニューアルを実施、新たな専門店としてニトリ等を誘致し、家具、生活用品の売り場も事実上拡充された。なお、ミスタードーナツをはじめ、レストランファーストフードといった飲食店は現在も存在する。運営会社のマイカルがヨンリテールへ吸収合併されたことに伴い、店舗名をイオン横手店へ解消した。 ありがとうございます。